皆さんこんにちは、スカイソニックムービーへようこそ。今日は、世界のトップブランドテーラーギターの誇る、ES ピックアップとスカイソニック903の対決をしてみようという企画です。どちらも、できるだけいい音を得るために、このようにイコライザーを使用しております。それではまず、テーラーが誇るこの ES ピックアップ、これは後期型の 9V のタイプの ES になっています。では聞いてみましょう。マイクのスイッチをオフにします。いかがだったでしょうか。それでは今度はスカイソニック903の音を聞いてみましょう。スカイソニックはサウンドホールについていて、そのままサウンドホールから線が出てケーブルでつながれています。もう電池もここにぶら下がっているという状況です。ではマイクを切ってみましょう。いかがだったでしょうか。テイラーのピックアップ、 ES ピックアップも非常に優秀なピックアップだと思います。でも、オールマグネチックということもあって、どうしても高音域は補正しても EQ で補正してもちょっと物足りないかなっていうところがあります。それに対してこの、スカイソニックはマイクが乗っていますので、この高音域が非常に綺麗な感じがします。それではフィンガーピッキングでの違いを確かめてみることにしましょう。テイラー ES のフィンガーピッキングの音です。マイクを切ります。いかがだったでしょうか。それでは今度はスカイソニック903の音を聞いてみましょう。
皆さんこの比較はいかがだったでしょうか。テイラーも優秀な、テイラーイエスも本当に優秀なピックアップですけども、マイクがないのでやっぱり高音域はちょっと弱いかなっていうところが感じました。皆さんはいかがだったでしょうか。そしてこの叩く音もスカイソニックの方が有利かなと思いました。もしテイラーで叩こうと思うとトップが割れてしまうかもしれません。それでは、ちょっとリバーブをかけて演奏してみましょう。